皆さんようこそ、高山優子です。今回もマリオカート新しいコースの続きをやっていきたいと思います。はい、ということで、前回やったのがこのフルーツカップで、今回はブーメランカップをやりたいと思います。はい、バンコクラッシュ、バンコクですね。バンコク、バンコクってタイだっけ。タイだよね。あ、雰囲気がタイっぽい。おー、いいですね。わ、すごい、後ろに象が寝転がってた。行きましょう、バンコクツアー。さあ、どんなコースなんでしょうか。もうなんかいいな、世界を感じる。わ、はい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 、このね、川の、川で買い物する感じね。あ、上乗れるんだ。へえ。キノピコ、お前またか。よいしょ。何そこに乗ってんの。なんかわかる。明日通ればよかった。なんか景色堪能したかった。ちょっと難しい、このコース。曲がり角が難しい。うわー、やっぱツアーのさ、おお、すごい、ブーメランコースなだけにブーメランが行き交ってます。うわー、よしよし、いいよいいよ。うわ、曲がり角がむずいな、ちょっと見えないし。うわ、最悪だし。あ、しゃあないしゃあない、まだね、2周目なんで。よいしょ。あ、これ2個取っていきたいですね。はいよ。うわー、なんかでっかい鳥みたいな。これ何？なんかあったけど、雲で全く見えなかった。いや、後ろ投げ、あ、前投げちゃった。あ、当たっちゃったけど、自分もちょっと、あ、ここ近道できるとこ。まあ、ちょっと自分も失敗した。あ、なんてことするの？やだ、持たされそう。よいしょ。やっぱりやってくるんですよ、彼らやってくるの知ってます。うわー、なんか今度でっかいトンネル来た。おわわわわわわ、加速している。私の後ろで、おお、な、車が、おお、あ、なんか下、待って、下通ればよかった。待った、全く見えません。合ってますか、道。よーし。あ、1位コーラだ。よし、オッケー。右なんだ、ここ。よいしょ。なんだ、この階段。よいしょ。お、1位だ。やったぜ。なんか、景色全然見てないかも。はい、続きまして、マリオサーキット DS ですね。きっと懐かしいステージなんだろうな。マリオサーキットって聞いたことあるぞ。うん、どうだろう。全然昔の記憶ないんだよな。さあ、やりましょう。あ、くねくねしてるな。カーブ苦手なんですよね。いいよ。確かにコースはちょっとシンプルで。うわっ、待って、パックンがなんか火出してるってやめてよ。うわっ、2個取られたって。さあさあ、キノピコめ。うわー、こうしたと思ったら投げてくる、そのあざとさ。うわっ、おお、キノピコのこと嫌いになりそう。あ、よいしょ、すごいカーブ、なんか曲がれ。んー、よいしょ、キノピコに当てろ。よっしゃ、ざまみろキノピコ。すいませんね、市場挟んでます、こちら。うわー、ちょっと今当たってなかったら、当たってないって何言ってんの。いやー、もう最悪。でも絶対避けるかも。さて、これは
キノコはどこで使うべきか。ハーブで使えないな。やばい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 。まずいまずいまずい。失敗失敗。ここで使うんじゃなかった。にゃーん。うわー、同じとこ通っちゃったよ。最悪。これね、あの毎週私このパックンのフラワーに当たってるから。あいつら AV 良すぎだ。くっさー。パックン。よいしょ。よいしょ。曲がってくれ。よし、オッケー。曲がれ曲がれ。あー失敗。まずい。これはいけるか。いけた。危ない。ギリギリなんとか1位。これでどっちも1位。いいぞいいぞ。さあ、悪い字スタジアム。え、なんかこれ知ってるかも。 GC ってなんだ、わかんないけど。え、悪い字だったかな。ワリオ、ワリオのやつだもん、私が知ってるの。なんか違うかも。さあ、3コース目はダートレースです。土が結構湿りのある土っぽい感じするね。知らんけど、なんか湿っぽくない。やばいやばい、失敗した。なんかやばい、ここカーブむずいかもしれない。よいしょよいしょ。え、なんで当たったの。意味わからないんですけど。こんな何のためのバナナなんですかこれ。当たれ。おめえら当たれ。あっ、うーん、でわざわざそれ取るの。燃えたバナナ。バナナ燃えました。上のコースもあるんだ。これはもうアイテム2個取っていきます。よいしょー。なんかちょっと酔いそう。よいしょ。ちょっとやだ、そのバナナ。あ、やべ、バナナ捨てちゃった。え、待って、1位誰だったの。あ、なんかすごい間近にいたのか。うわっ、やっばーばばばばばー。よいしょよいしょよいしょ。1コーラー。やだやだやだ、犠牲になりたくない。いい、危ない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 。ちょっとダートでか、あの速度が落ちましたが。あー、なんでここいつも取れないの。あー、やだ、野ざらしの状態。あそこどうやって上行くの。あの上どうやって行くの、教えて誰か。どうやって上行くんですか。うわー、せっかくアイテム取ったのに。なんてこった、意地悪。さっきから私アイテムなしでやってます。よいしょ、頑張ります。よいしょ、よいしょ、オッケー。ここ曲がりたいよ。オッケー。なんで1コーラやねん。いいぞいいぞ、大丈夫大丈夫。オッケー。そんなに差が開かなかった。いやー、なんだあのブーメラン、怖すぎ。よいしょ、ここね、ここちゃんと取っていく。そう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 、いいよ。あー、これか。さあ、どうなる。よいしょ、どうだ。あー、こっちの方がやりやすい感はある。うわー、曲がれー。なんでよ、そこちゃんと曲がれてるの、えらい。いやー、残念。ダートコースはやはり難しい。はい、シンガポールスプラッシュ。やばい、景色良すぎる。これは動画で見たけど、マジで景色良すぎる。はあ、マーライオンだ。あ、あの船、船の、あの、なんで、ビルの上の船のやつ。あるよね、有名だよね。まあね、あのもうリベンジ確定してしまったんで、とりあえずあの景色を楽しみましょう。パーリー内でちょっと、よいしょ、
いやー、なんだこの爆弾みたいな、ロケットみたいな、わーい、んー、プルよいしょ。あ、1個しか取れなかったアイテム。おお、すごいすごいぞ。いやほーい、スタジアムみたいなのあった今。めっちゃ景色見てなかった。まずね、やっぱビルが綺麗なんでね、いいですね。あ、おいおい、一丁前に後ろ見ながらやってるなって。私後ろ見ながらできないんですよ。おー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 おおよいしょ、誰かに当たれ、よいしょ。おー、観覧車が見えてきました。よ、マーライオン来たー。マーライオンのゲロに当たっていく。ゲロ、あ、投げちゃった。あ、出たよ、私の人差し指。人差し指が握力を失っている。うわー、やばい。ちょちょちょ、な、このエスカレーターみたいな、これなんていうの、あの地面の、地面早く走れるやつとりあえず今1位ですけど、あー、曲がれないですね、これは。それって戻される、そういう感じなんだ、知らなかった。うわー、すんごーい。よいしょよいしょ、これ右ですね。はいよー、すごい、なんか空中でダッシュみたいな、原神でよく見るやつ。いやー、もうゴールなんで、あ、なんか中華街みたいな、いいですねこの雰囲気。よいしょ、オッケー、オッケー、ナイス。いやー、やっぱ悔しいな。なんか前回もそうだけど3コース目が苦手みたい。ちょっと気が緩むのかないやー、でもいい景色だった。はい、ということでブーメランカップ楽しかった。まあね、またちょっとリベンジという悲しい結果になってはしまったんですけど、次はねちゃんと頑張って、星3つ目指したいと思います。で、その前に多分インターネット通信のバトルの方をねやっていこうかなと思ってるので、次の動画が気になるという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でしたー。